お願いします。はい、今度は秋葉ゆめちゃんです。皆さん拍手でお迎えください。ゆかちゃんは25歳、お仕事はゴルフ場のショビーさんをしていて、茨城県っていうところから来てくれました。そして私がやっているインターネットでの四国のお遍路のご紹介のレポーターもしてくれています。ちょっとね、ゆかちゃんってどんなお姉さんなのかなというのを紹介するのにみんなが笑っちゃうね。泣き虫ゆかちゃん持ってきました。ちょっと見てもらおうかな、どんな道のりを歩いているのか見ていただきましょう。ずっとずっと山道を歩いて、人が作った石とか人工のものを見たら涙が出ちゃったんだよね。そうなんです。高い山を登って頑張って作ったのかって思ったらね。はい、今度は宿で、みんなの言葉の接待、こちらは宿の人の接待だね。そう、これが本物。本物、これを見て泣いてしまいました、私は。しかも手書きで、なんで処理にお使いくださったのかお遍路さんが欲しいだろうなってものをちっちゃい袋に入れて宿の人が置いてくれてたの。なんか軽いよね。そうそうそう、すごい山登ったんですね。昨日もみんな一緒に山登ったと思うけど、結構道がさ狭くて大変だったでしょ。でその山を、高い山登った時にね、すっごい立派なお寺が見えたの。もう石でドーンって出てきて、いきなりそれでこんな辛い道のりをいろんなね、お前の持つじゃん、持ってさ山の上に立てたって、本当に感動しちゃって涙が出てきたのね。昔はすごいって、私はリュック背負って杖ついて登ってくるだけでも大変だったのに、何回もここを往復して大きいお寺建てたんだなって思ったら、昔本当ね、本当にすごい努力してみんなで力を合わせて一つの大きなものを作ったんだなって思ったら涙が止まらなかった。これが最初の私の涙の理由ね。そしてお遍路さんにはゆかちゃんみたいに感動したくさんのお遍路さんもいれば、一生懸命頑張ろう頑張ろうってガチガチに心が固くなってきているお遍路さんもいるよね。ゆかちゃんと仲良しの今年のレポーターでアコちゃんっていう女の子が宇和島を歩く時に、実はお父さんやお母さんがちっちゃい頃から頑張り屋さんだから、頑張り人ちゃんってあだ名をつけてもらっていたの。でも頑張り人ちゃんっていうあだ名に応えようと思って頑張りすぎていたら、心も体も硬くなっちゃっていたんですよね。まだ泣きちゃう、うまく迷わないで歩かないと思った時に、宇和島商店街のお母さん声かけてくれたの。これが魔法の言葉になりました。大人の人はいっぱい悩んだり答えが見つけられなくて歩く人もいるんだよ。そういう時に自分を難しい言葉で言うと見つめ直すっていうんだけど、どうしたらいいのかな、答えを出す時にいっぱいいっぱい頑張って歩いて考えてる人もいるんだ。頑張るぞって思ってたんだけども、お母さんの頑張りすぎなくていいんだよって言葉で涙がポロリンと出たのが、やっぱり一番遅くて自分の中で大きく変わったのって、人に思いやり、温かい気持ちをいっぱいもらったんでしょ。さっきおにぎりもらったり、こういうこれのね、夏冷えピタクールとか入ってるんだけど、暑かったからさ、そう入ってたりとか、思いやりをいっぱいもらった時に、そう、あ、自分ももっともっと思いやれる人になろうって思ったのね。あと四国の道ってすごく迷うの、いっぱい迷うの。そう、でもそこでどうしたら迷えなくなるかって、やっぱり自分をね、しっかり持ってこっちに行くっていう自分の強い意志が必要なのね。お姉ちゃん結構さ、いろんな人にね、いい子いい子って言われたくてさ合わせちゃうことが結構あったのね。でもそれじゃ
道を決められなかったの、四国で迷っちゃうの、不思議と。ちゃんと自分の意思をしっかり持って、みちゃんはこっち行くんだって、その決断する 大切さっていうのをね、四国の道を歩きながらお姉ちゃんは教えてもらいながら、それをつけてくれたでしょ。あれのおかげで大月への道迷わなかった。本当にありがとう。みんなの力は本当にすごい。秋葉彦はそれで迷わないで今日ここに来れました。ありがとうございました。みんなの力にありがとうがゆかちゃんは言いたかったんだって。 では、はい、ゆかちゃんに拍手をお願いします。そんなゆかちゃんの道のり、そして去年来てくれたお生徒先生やみんなの道のりを、本にしてきました。これ後で先生にお渡しをするので、みんなでよかったら読んでみてください。